食事というか、点線が交わったところで横手方向で根拠して構えを解く。構えを解けた点線は、左、下段は膝下3センチ。膝下3センチなんですから、点でもう体の点線に置く。だからそれを構えを解くんですね。下段の時は、下段も結構したいけど、中段にして1本目。下足左上段、下足そのまま、足そのまま右上段。右上段そうですね。45度、横から見て、8筋が、この時45度、もう少し立ててもいいかな。ところぐらいですね。3歩前に出て、遠すぎる。下足もうちょっと前へ。下足がちゃうちゃうです。下足を打つ。下足が深まると打つので、抜いて、面、そう、半歩下がるのでちゃう。内立ちが半歩下がるようにするので、下がったところを眉間に寄せて座るし、その後も半歩前に出して、わー、構えがちっちゃいな。点線が下がってる、点線が下がってる。35度。で、元の位置。構えを解いて、1、2、3、4、5。もう一回行きましょう。1本目。下がるときはもう下がれんけど、気持ち、そんなことは下がりすぎかな。9歩の位置なので、中央が青い線、必ず青い線を意識して、真ん中を意識して、もう少し意識する意味で、白い線の上でやるとか、そうすると、そうですね、まっすぐという、まっすぐか、まっすぐ行くっていうのが意識されるので、何本目 ?3 本目やりますか ?2 本目もう一度。もう一度、今から読むか。1、2、3歩。小手を打つので、左後方、斜め左後方に、剣線を下げて、抜いて、大きく小手。そのまま、元の位置へ戻る。構えを解いて、もう一回いきます。相手が小手を打ってきたら、左後方に下げて、しっかりと下げて、振りかぶって、小手。そうですね、小手。視線をずっと離さずに。一足一刀の場合っていうのがあって、3歩前に出てきたときに、ちゃんと一足一刀の前になってなくて、遠すぎたら相手小手打てない。そこでも遠いくらいかなと。それは、終わったときの横手方向なので、最初に気を見て打つ人は、もう少し間合いが詰めてないと、実際に小手は打てないので、もう少し詰めて、もう一回いきましょう。2本目。1、2、あっ、そのぐらいです。点線をもう少し下げてね、抜いて、しっかりと抜いて、ぐたぐって打ちました。できるまでなんていうと、足の穴までかかったってできないので、3本目、下段、両方とも下段、同じように1、2、3、打って、相手がついてくるので、かかって、ナイスに引けて、突き返す。もう一回返す。1、2、3で詰めていく。あ、ダメでした。じゃあ、5分目までやりましょう。
引き方小さく1、2、3取って4を発回してね、まあ、ここに入れる1、2、3、4、5。ここでは向こうは左上段返して中段1、2、3。左手を非常に上げながらということで、でぐるりとそうですね、頭上に左手を上げて開いて戻します。はい、左手左前に来て右足を引いて通る。しっかりと上段に振りかぶようにして、そうです。男性を取ってから元の位置に戻るときも気を抜かないで、横手方向。5本目、上段に対して、剣先、剣先の人を上げてもいいんだけど、平成が左目かどこかにつけていきます。1、2、3。手を見て振ってくれと、すり上げて、目を、あとをね、眉間につけながら、下がりながら、上段に振りかぶって、斬新。合わせて、小さく1、2、3。その時に、すり上げた時に、点線が、ことさら後ろの方に行かないように、できるだけ、前の方でさばいて、すり上げて、振りかぶらずに、振りかぶらずに、こう、後ろに点線が行かないようにして打つと格好がいいですね。最低の45度大概の人がこう水平ぐらいまで振りかぶってしまっているので、振りかぶらないようにするのが格好いいです。もう一回いきましょうか。5本目、おいぞおいぞおい、あと前、1、2、3、ありながら、まあ、2段はここまでなんで、元立ちと、いや、下立ちと下立ちと下立ちと交代します。1本目、内立ち左上段、左足前出して、そうですね、点線が下がりすぎてば、もう少し上げて、そうです。大きく1、2、3。そこから目を打つんだけど、到底届きそうになるので、今許したくて、もう半歩前で、前でください。そこから相手の面を打っていく。あ、打ってねえな。まあいいや。半歩下がって、もう半歩下がって、乱心を取らせてあげなさい。よし、参った。点線を上げて、横手で構えを解いて、1、2、3。
もう一回行きましょう。大丈夫だ、1投目。あとでもやろうかと思ってるんだけど、これで、面をつけて練習をするときに、この1本目の面抜き面の一番大事なところは、距離ね、間合いだというふうに、僕は思って、それを勉強するために、面抜き面をやるんだけど、今言って、1、2、3、前出てきたときに、面を打つつもりで、今はなかなか木刀で相手、何も道具つけてないので、打てないけど、あとですね、もっと僕は打てる位置、実際に打ってみてるというところがあるんだけど、今の距離では到底打ててないので、打てるところまで行って、本当に向かう、打つ前のところの面を打つつもりで、もう一回だけやってみましょう。手前で竹刀をピッと下へ下ろすんじゃなくて、相手の、面をよく言われる掴むのとも振るということを意識して、1本目、左上段、1、2、3、よっ、良くなりました。構えを解いて、2本目、相中段から小手を打って、小手を小手抜き、小手です。どうぞ。3本目いきましょう。下段。打つぞという気持ちでずっと競り上げていって、水月をつく、すぐに下から支えて、体を上げて、パンパンと。なぜかこの、3本目をやろうかと思うと、ここで大事なのは足下がってなんていうところがあります。水月をついた時に、やーここで止まらずに、やーでしたら日差しが怪しいですよ。すぐ突き返してくるので、やーすぐ右足を引いて、左足を引いてという足下がってが大事かなというところがあるので、どっかこう頭の形に置いておいてください。4本目発想、日立、脇構え、1、2、3、前入れて、斜めで踏んじゃって、頭上まで振りかぶって、低中線を通って、面を落とす。うなずき、ね、断身の後も心を、気を緩めることなく、視線を外さずに。5本、もう一回4本目いきましょうか。4本目、発想、脇構え、もう少し大きくゆったりと構えるといいですね。中段から上段に取るぐらいのつもりで、そうですね、よっ、そうですね、はい、いきます。1、2、3、2、3、前入れて、頭上まで振りかぶってながら、
6個目なしにしろ。あ、いいよ。あんまりやるとパンクするじゃない。何か聞きたいことは。